です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、もうアカデミー賞に向かってますんで、アカデミー賞、まあ候補になるだろうと言われている作品で、はい、スポットライトという映画を紹介します。スポットライト。はい、これね、スポットライトっていうタイトルは、あのボストンのボストングローブっていうローカル紙にあるコーナーの、名前なんですね、はい。で、そこのコーナー、スポットライトってコーナーは、そのローカル紙が独自に調査した、ローカルネタの、記事を、まあ、連載しているコーナーなんですけども、うん、そこのチームがですね、まあ、5人ぐらいいて、2002年にですね、カトリック教会の神父による、まあ、少年たちの性的、まあ、虐待事件を暴いたことがありまして、はい、これは最終的に全世界に発展していって、要するにバチカンがまあ支配するその全世界のカトリック教会で、何千人もの、まあ少年たちが、まあ年はですね、11歳から14歳ぐらいがまあ中心だったんですけど、ひどい時には3歳の男の子まで、まあ性的にまあレイプされたりしていたことが神父たちによって、判明しまして。そんな数ですか？そうなんですよ。それでもう、これカトリック教会っていうのは、まあ、すごいまあ2000年ぐらい歴史があるわけですけれども、ローマンカトリックっていうのは、で、まあ、一時はどんな国王よりも力があったんですね、うん、あの昔、カノッサの屈辱っていう有名な話がありますけれども、うん、はい、でそれぐらい権力があったその ローマンカトリック、バチカンがですね、はい、もう初めて土台がもうぐらついてるんですよ、これで。全世界で4000件近く現在そのレイプが報告されててですね、で資格を、神父の資格を剥奪された人が800人以上で、2600人ぐらいが職務永久停止っていうのを食らってるんですよ。でアメリカだけで2015年の秋までに、支払ったその、性的被害者の、損害賠償額は40億ドルです。桁が違うんですけど、ものすごい額です。アメリカだけでですから、全世界だとそれこそ、まあ、もっと聞こえていっちゃうわけですよね、倍とかね。これはそのきっかけになったっていう事件というか、うん、そうなんですよ。2002年に。たった5人の新聞記者がそれを暴いたっていう話なんですよ。今でもその今まで要するに国王すらも倒せなかったバチカンを、うん、ガタガタにしたのはたった4人か5人の記者だったっていう話がこの、スポットライトっていう映画ですね、はい、実話ですもんね。でこれはあの主人公はですね、はい、あのバードマンに出てたあのマイケル・キートンっておっさんですね、はいはいはい、目がギョロッとしてる昔バットマンやってた人ですけど、はい、その人がボストングローブでその、スポットライトっていうコーナーの、まあ、デスクをやってるんですね、うん、でそこに上司が来るわけですよ、うん、全然違うフロリダの方でやっていたユダヤ系の、まあ、編集長が上司で来ましてですね、うん、で、このコラム読んだかっていうんですね、うん、でそのコラムはその過去に 何回かその神父による性的、まあ、男の子に対するいたずら事件があって、うん、でそれが示談になったっていうちっちゃいコラムだったんですよ、うん、でこれなんで調査しないんだって聞くんですね、その上司、うん、新しく来た上司が。したらね、そのボストングローブの記者たちがそんなものを調査するってことは全く、かけらも思ってなかったんですよ。なんでどうしてかというと、ボストンというのは前も話したんですけども、はい、アイルランド系の人が4人に1人なんですね、はい、23% 以上、はい、でカトリックなんですよ、みんなが。で、マサチューセッツ州っていうところにあるんですけども、2人に1人がカトリックなんですよ。でものすごいカトリックが強くて、あとイタリア系、フランス系、ポーランド系が、人口の多くを占めてるんで、カトリック教会がものすごい権力を持ってて、誰も手が出せない、まあ、すごいものだったんですね。で前あの、ブラックスキャンダルって映画で、あの警察もその政治家も犯罪者もみんなアイルランド系によって支配されてるって話をしたんですが、ボストンは、はい、あ、そうでしたね、はい、でカトリックはそれ以上の力を持ってるんですよ、教会は。イタリア系、ポーランド系も全部支配してますんで、ね、プエルトリコ系とか、うん、でだからこんな事件があっても誰もそんなものを捜査したりとか調査したりとか、そんなもん
誰も手が出せないんだからってことで頭の中に入ってなかったんですよ、はあ、彼が。なるほど、だからよそから来たからそこら辺の、そうなんです。新聞記者でもよそから来た部外者のユダヤ系の人が、うん、なんでこれ調査しないのって言ってから調査を始めることになるんですね、はい、でまずその被害者たちの弁護士を務めてる人が一人だけいて、うん、その人に会いに行くんですけど、その人もアルメニア系なんですよ、うん、だからそういったものと戦える唯一の人だったんです、まあ、唯一ってことないけど珍しい人だったんですね。でまあ、新聞記者のこれほとんどこのユダヤ系の編集長以外全員やっぱりカトリックで育ってるんですよ、スタッフが、はいはい、でまあその被害者の弁護士のとこ行って、とりあえずなんか被害者の人に会わせてくれませんかってことになって被害者に会うんですね、うん、すると、まあ、男の子30ぐらいの、あの男性なんですけれども、もうとにかく貧乏で、で、まあ、お母さんに育てられてカトリックの教会にずっと行ってたんだけども、まあ、神父さんにやらせろって言われたら断れなかったと、うん、子供だったし、うん、お母さんからはそのお母さんは神様を信じてるし、うん、自分も神様を信じてるし、で神父は神の代理人だと思ってるから、うん、断れるはずがないと、はあ、その信仰心につけ込んで、まあ、ひどいことを、そうなんですよ、されたと。うん、で彼はもう麻薬中毒でボロボロなんですね。へ、でそれにあってショックを受けるんですか、新聞記者たちが。そのあってショックを受ける新聞記者はマーク・ラファローさんっていうあの、俳優さんが演じてますが、この人ハルクの人ですね。はいはい、でその彼ひどいねボロボロだねっていうふうに言うと、その弁護士がいや彼はマシな方だよって言うんですよ、うん、だって自殺してる人も多いからねと。うわー、でこれは単なる性的犯罪ではなくて、うん、この魂に対する犯罪なんだと、うん、でこれね、僕ね昔松山なんだっけ、未公開映画を見るテレビっていう番組がありまして、懐かしい番組ですが、続けてほしかったですけどね、はい、それでこの被害者の人たちにインタビューしたドキュメンタリー番組をあのテレビで放送したことあるんですよ、うんうんうん、今はなき MX テレビで、はい、あるのか、はい、そこでですね、紹介しまして放送したんです。それは被害者たちの、あの被害者の人たちのインタビューですけど、それ強烈だったですよ。彼らの問題はまず神様を信じられなくなるんです、あらゆる神を。あ、そっか、宗教ってものを全く信じられなくなって、うん、世界を信じられなくなっちゃうんですよ。絶望だ。だってそれまで神様が全てだと思ってたから、うん、子供の頃から。それにレイプされるわけですからね。これね、町山さん、被害者はあの男の子ばっかりなんですか？女の子もちょっといます。はあ、ただまずね、神父になろうと思ってた人たちの中に、もともとその神父になると結婚できないんですね、はいはい、それでも OK っていう人が多かったんで、男性を狙う連中が多かったらしいですね。へ、神父がその結婚できないっていうのは別に聖書にそう書いてあるわけじゃなくて、バチカンがその全ての神父の持ってる権力を最終的にその、子孫に、譲り渡したり分担させないようにするために、子供を作らせないようにして、結婚しないっていうのを決まっただけなんで、単なる経済経営上の理由なんですよ。そうなんだ。はい、で後で嘘をついて、その神様のそのと結婚したんだから結婚 しなくていいんだっていうふうな理由をつけたんですけど、聖書にはそんなことどこにも書いてないですね。うーん、権力を集中させて、経済力を集中させるためだったんですよ、バチカンに。なるほど。それでまあひどかったのは、じゃあなんでこれが今まで あからさまにならなかったのかと。それで中で調べて分かったのは、そのジョン・ゲーガンという神父は130人の男の子を犯してたことが分かるんですよ、調べていくうちに、うん、あの被害者たちに片っ端から会っていくんですけどね。でなんでこれがなんか明るみにならなかったのかっていうと、うん、これが単にその神父だけの問題じゃないことが分かってくるんです。まずこのゲーガンという神父はなぜ、全然処分されないのかって調べると、うん、病気で、転任っていうんで転任を繰り返してるんですね、自分自身が、はい、うん、でカトリック教会というのはそのバチカンにその本社本部があって、うん、それで全ての神父はそこから派遣されるんですよ、チェーン店みたいになってるんですよ、で事件を起こすたびに違うところに、まあ、転任させて、それでほとぼりが冷めると帰ってくるっていうのを繰り返してぐるぐる回してることが分かるんですよ。うやむやしてたんだ、隠して。じゃあバチカンは知ってたの？そう、
バチカンは知ってて、しかもその信者たちにこっそり示談金払って示談にしてるんですね。もうじゃあそこ被害者たちに手助けしてた。被害者たちのほとんどっていうか全員がものすごく貧しいうちで、うん、そのお金さえもらっちゃうと黙ってる人ばっかりなんですよ。はあ、それしか狙わないんですよ。うん、でしかもそれを示談にして OK ってことにして、その裁判とかも全部その一回も裁かれない、有罪判決が出てないっていうのは、その地元のそのボストンの弁護士がやっぱりみんなカトリック教会にコントロールされてるからなんですよ。はあ、怖、なんか根深いですね。そうだからこれは変な神父がいたって問題ではなくて、そのまあ市のその政治家から弁護士から、もう司法ね、まあ、裁判官警察から全部くるん、もうまあ結託したシステムだったってことが分かってくるんですよ、新聞記者が。でもちろん新聞社の上の方も知ってて黙ってたんですよ。えっ、そうか。じゃあもうね、もちろんそうなんです。いろいろ妨害とかも入りそう。これは大変な時代だって言って、今度裁判所に行って書類を、要するに記録をなんとか見つけようとすると、はい、記録自体が存在しないんですよ。そうか、裁判所もそこら辺の力入ってるから。そう、隠滅されてるんですよ。で大変な、全部敵だってことは分かってるんです、この4人の、うんうん、あ4人じゃない5人の、新聞記者以外は、はい、でそこでどうやって、証拠を見つけていくかっていう話なんですね、このスポットライトっていう映画が。すごそうだな、これ。これね、僕見ててね、大統領の陰謀っていう1976年の映画を思い出したんですよ、はいはい、これ前もあのキャプテンアメリカの元になってるっていう話、ウィンターソルジャーって映画の元になってるということで紹介したんですが、はい、あのニクソン大統領が1972年に、うん、あの盗聴したんですね、はいはい、でそれをたまたまそのワシントンポストっていう新聞の記者がなんとなく感づいて、まあ、徹底的に調べて暴いたことで、うんうん、ニクソンは、まあ、辞任に追い込まれたんですね、うん、大統領が、はいうんはい、でそれはニクソンが辞任に追い込まれたことはまあ、世界中の人は知ってたんですけど、どうやってその新聞記者が気づいたかっていうのを映画にしたのが大統領の陰謀って映画だったんですよ。だから実はこのカトリックの事件というのは、まあ、全世界の人は結構知ってるんですよ。大変な問題になりましたから。ただどうやってこの新聞記者たちがそれに気づいたかっていうのはあんまりみんな知らないんですよね。確かに。そうだからそれを緻密にまあ描いていくっていう映画になってますね、スポットライトっていうのは。それはだってすごい妨害とかもねいっぱい入ってきたりとか、いろいろ。そうでしょう、障害のレベルが違いますもんね。妨害も すごいんですけどね、うん、でこれ、ね、調査ジャーナリズムと言われてるもので、はい、ジャーナリズムって今最近日本もアメリカもそうなんですけど、ほとんどが批評ジャーナリズムになっちゃってるんですよ、はいはい、みんなが知ってる事件をどういうふうに書くかみたいな話になっちゃってるんですよ。でも本当は調査ジャーナリズムっていうのは探偵みたいにして、その警察とかまで、まあ、知らない警察が知らんぷりしてるものとかを、そのジャーナリストが自分の力でその探っていって真相を見つけていくっていうジャーナリズムがあるんですよね、はいはい、でもそれが最近全然流行ってないんですよ、アメリカでも日本でも、まあ、世界的にね。でみんなが知ってる事件を、まあ、どう評論するかみたいなことになっちゃってるんで、でもそうなるとね、絶対的権力に対しての対抗手段がないですもんね、まあ、だから権力にしてもそのなんていうの、誰にしてもとにかく人の悪口書きゃいいやってことになっちゃうんですよ、ジャーナリズムって。そうじゃなくて、うん、調べていくと足で、うん、っていうのをもう昔のジャーナリズムっていうもののあり方を見せていく映画なんですよね。でもやっぱり大変なんですよ、うん、結構こういうことやると。僕昔宝島30っていう雑誌であのやってた時に、はい、やってた時に、うん、あの前も話したんですけど、まあ、右翼に銃撃されたって話はしましたけど、それ以外にもね、宗教団体いくつかの調査とかやってて、それも裁判やられるわ、嫌がらせやられるわ、大変だったんですよ。はー、まあ、いろいろ敵みたいなのが出てきちゃいますもんね。そうそう、あとね、北朝鮮がね、あのずっとなんか天国みたいな国だって嘘で宣伝されてて、うん、で朝鮮籍の人たちが北朝鮮に帰ったんですね、うんうんうん、まあ、帰ったっていうか、まあ行ったことないのに行ったんですよ。北朝鮮籍の人ってほとんど韓国出身ですから、はい、で行ってもうかなり殺されてるんですよ。もう大虐殺ですよ、はいはい、日本から北朝鮮に行った人たちは、うん、そういう人たちのことほとんど報道されてないんですけど、それとか追っかけたりしたんですけど、で、まあ、単行本にしたりしたんですけど、それもまたものすごい妨害とかね、もう大変だったですよ。もう、まあ、もう内容証明とか送られてきてね、うん、でやっていくうちにね、記者と それを調べてるライターの人と僕との間でもう喧嘩になっていくんですよね、だんだんね。うん、
で嫌がらせされたのにどうして守ってくれないんだみたいな話になってくるんですよ。ああ、そうか。攻めてたんですね。身内同士でもね。大変ですけど。最近、ノンフィクション作家のね、米本和弘さんっていう方と一緒に組んで宗教団体の追及とかやってたんですけど、はい、まあそれは米本さんが最終的にその宗教団体のトップの逮捕まで、暴いたですね、米本和弘さんは。米本和弘さんで調べてもらうと、あのアマゾンでまだ売ってると思います。もうその逮捕自体もずいぶん前の話ですけどね、はい、そこまで行った時はものすごく嬉しいんですよ、はい、なんかジャーナリズムの意味とかね、これね、うん、その記事が出る日のね、発売日の緊張と興奮っていうのが描かれてて、そこでなかなか感動するんですけどね、このスポットライトっていうかは。町山さんとかにシンクロするところがあるから、たくさん、うん、やっぱりね、ものすごいね、さあ記事書いたぞ、今日発売だぞって時は、さあどうなるだろうって。で、発売された後ね、編集部にバーッと電話かかってくるわけですよ、どんどん、はい、いろんなとこから、うん、嫌がらせもありますけどね、うんうんうん、その感じとかがね、よく出ててね、なかなかね、わーっと思いましたね。取り上げてることがだって世界的大問題よ、ね、じゃあこれ、この記事をもとにカトリック教会だいぶこう刷新したり。カトリック教会最初はね、はい、否定してたんですよ、こんなものはって言って、でもどん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 訴訟が次々と起こって、アメリカだけでもう3000件とかもうすざまじい訴訟の数になっちゃって、で世界中にそれが広がってもうどうしようもなくなって、結局、ローマ、まあ、法っていうか、まあ、バチカンもそれを認めるということになって、賠償をしてて、賠償でお金がなくなっちゃってるんですよね。あ、バチカンのお金がなくなるぐらい、バチカンの方も。で今あのローマ法ってすごくいい人がになりましてですね、フランシスっていうね、はい、すごくリベラルな人としてですね、その保守的なそのローマンカソリックの人たちは怒ったりしてるんですけども、うん、なぜその彼のようないい人、まあ、人格、本当の人格者っていうものを、ローマ法にしなきゃなんなかったかって言いますとですね、うん、実はこのアメリカにおけるそのカトリック教会の、子供虐待っていうのを隠蔽していた、そのアメリカで一番偉かったですね、うん、まあ、ローマンカソリックのトップの人っていうのは法王の座を狙ってたんですよ。でこの事件が起こったんで彼はローマ法王になれなかったんですけど、そういう人がローマ法王の座を狙ってたような世界だったわけですよ、だから清廉潔白な人を今度法王にするしかなかったんですね。その前の法王もその隠蔽工作とか知ってたりして謝罪したりしてるわけですから。そうですね、これで暴かれなかったらその人がなってた可能性もあると。そうだったんですよ。こっちポストのこの5人の、ね、これで分かるのはね、日本は村社会だ村社会だって言うじゃないですか、うん、ボストンって完全な村社会ですね、これ聞いてると。そうですね、そこに風穴開けた、みんなが分かってんのに見ないふりをしてっていうね。ってでもね、まあ、村社会ってのはだからどこにでもあるなと思いましたよ、うん、見てて世界中、うん、ね、日本ばっかり言われてるけど、どこも同じじゃないかと思って、うん、でただね、辛いのはその記者の人たちがそのどん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 ひどいことがこう暴かれて、自分たちが暴いてるわけですけど、うん、暴かれていくとやっぱりそれで傷つく人がいっぱい出てくるんですよ。はあ、そっか。でこれを続けていいんだろうかって気持ちになってくるんですね。だってもちろん子供に、子供だってカトリック教会行ってるんですよ、自分たちの子供も。そうですね、自分たちもそうなんですもんね。そうか。そう、でも分かっていくともう行くなって言うんですよ、突然、お父さんが、うんね、うん、でどうしてって聞かれても答えられないんですよ、言えないんですよ、あまりにもひどいから。で子供は真面目に素直に神様を信じてるのに、そんなこと言ったら子供は社会とか世界に対する不信感の塊になっちゃうじゃないですか、はい、であとお母さんがすごく真面目なカトリック信者なんですね、この記者の女の子の、うん、レイチェル・マカダムスっていう女優さんが演じてる 女性の記者のお母さんは、はい、うん、で真面目に神様を信じてカトリック教会を信じてるんだけども、彼女の要するに人生自体を破壊したことになっちゃうんですよ。あ、そっか。そうですね、もう年取ってもう死んでいくしかないのに、うん、教会はインチキでしたってことを教えたら、じゃあ死んでいくときにどういう気持ちで死んでいけばいいんですか、そのお母さんは。最大の価値観を潰されますもんね。そうなんですよ。うん、だからこれはね、恐ろしい犯罪だったんだっていうことが、まあ、描かれてる映画がスポットライトでしたね。すごいなこれ。しかも実話だし、もう、実話ですね。これでまあこのデスクを演じてるマイケル・キートンさんはまたバードマンに引き続いてアカデミー賞候補になるだろうって言われてますね。なるほどね。はい。いや、そういう映画で、ただ日本公開まだ決まってないんで、そうなんですよね。まあ、どういう事件かっていうのは、はい、はい、僕が紹介したってたから、ただどうやってこの新聞記者たちがそれに気づいたかっていうのはあんまりみんな知らないんですよね。うん、確かに。そう、だからそれを緻密にまあ描いていくっていう映画になってますね、スポットライトっていうのは。それはだ
ってすごい妨害とかもねいっぱい入ってきたりとかいろいろそうでしょう障害のレベルが違いますもんね。妨害もそうすごいんですけどね、うん、でこれ、ね、調査ジャーナリズムと言われてるもので、はい、ジャーナリズムって今最近日本もアメリカもそうなんですけどほとんどが批評ジャーナリズムになっちゃってるんですよ、はいはい、みんなが知ってる事件をどういうふうに書くかみたいな話になっちゃってるんですよ、はい、でも本当は調査ジャーナリズムっていうのは探偵みたいにしてその警察とかまで、まあ、知らない警察が知らんぷりしてるものとかをそのジャーナリストが自分の力でその探っていって真相を見つけていくっていうジャーナリズムがあるんですよね、はいはい、でもそれが最近全然流行ってないんですよ、はい、アメリカでも日本でも、まあ、世界的にね。でみんなが知ってる事件を、まあ、どう評論するかみたいなことになっちゃってるんで、でもそうなるとね、絶対的権力に対しての対抗手段がないですもんね、まあ、だから権力にしてもそのなんていうの誰にしてもとにかく人の悪口書きゃいいやってことになっちゃうんですよ、ジャーナリズムって。そうじゃなくて、うん、調べていくと足で、うん、っていうのをもう昔のジャーナリズムっていうもののあり方を見せてくる映画なんですよね。でもやっぱり大変なんですよ、うん、結構こういうことやると。僕昔宝島三十って雑誌であのやってた時に、はい、編集者やってる時に、うん、あの前も話したんですけど、まあ、右翼に銃撃されたって話はしましたけど、それ以外にもね宗教団体いくつかの調査とかやってて、それも裁判やられるわ嫌がらせやられるわ大変だったんですよ。はー、まあ、いろいろ敵みたいなのが出てきちゃいますもんね。そうそう、あとね北朝鮮がねあのずっとなんか天国みたいな国だって嘘で宣伝されてて、うん、で朝鮮籍の人たちが北朝鮮に帰ったんですね、うんうん、まあ、帰ったっていうか、まあ、行ったことないのに行ったんですよ。北朝鮮籍の人ってほとんど韓国出身ですから、うん、で行ってもうかなり殺されてるんですよ。もう大虐殺ですよ、はいはい、日本から北朝鮮に行った人たちは、うん、そういう人たちのことほとんど報道されてないんですけど、それとか追っかけたりしたんですけど、うん、で、まあ、単行本にしたりしたんですけど、それもまたものすごい妨害とかね、もう大変だったですよ。もう、まあ、もう内容証明とか送られてきてね、うん、でやっていくうちにね、記者とそれを調べてるライターの人と僕との間でもう喧嘩になっていくんですよね、だんだんね。うん、で嫌がらせされたのにどうして守ってくれないんだみたいな話になってくるんですよ。はあ、そうか、せめて、ね、身内同士でもね大変ですけど、最近、うん、ノンフィクション作家の、ね、米本和弘さんっていう方と一緒に組んで宗教団体の追及とかやってたんですけど、はい、まあ、それは米本さんが最終的にその宗教団体のトップの逮捕まで暴いたですね、米本和弘さんは。米本和弘さんで調べてもらうと、あのアマゾンでまだ売ってると思う。ただまずね、神父になろうと思ってた人たちの中に、もともと神父になると結婚できないんですね、はいはいはい、それでも OK っていう人が多かったんで、男性を狙う連中が多かったらしいですね。へ、神父がその結婚できないっていうのは別に聖書にそう書いてあるわけじゃなくて、バチカンがその全ての神父の持ってる権力を最終的にその、子孫に、譲り渡したり分担させないようにするために、子供を作らせないようにして、結婚しないっていうのを決まっただけなんで、単なる経済経営上の理由なんですよ。そうなんだ。はい、で後で嘘をついてその神様のそのと結婚したんだから結婚 しなくていいんだっていうふうな理由をつけたんですけど、聖書のやつそんなことどこにも書いてないですね。うーん、権力を集中させて経済力を集中させるためだったんですよ、バチカンに。なるほど。それでまあひどかったのは、じゃあなんでこれが今まで あからさまにならなかったのかと、それで中で調べて分かったのは、そのジョン・ゲーガンという神父は130人の男の子を犯してたことが分かるんですよ、調べていくうちに、うん、あの被害者たちに片っ端から会っていくんですけどね、はい、でなんでこれがなんか明るみにならなかったのかっていうと、うん、これが単にその神父だけの問題じゃないことが分かってくるんです。まずこのゲーガンという神父はなぜ、全然処分されないのかって調べると、うん、病気で、転任っていうんで転任を繰り返してるんですね、自分自身が、はい、うん、でカトリック教会というのはそのバチカンにその本社本部があって、うん、それで全ての神父はそこから派遣されるんですよ、チェーン店みたいになってるんですよ、で事件を起こすたびに違うところに、まあ、転任させて、それでほとぼりが冷めると帰ってくるっていうのを繰り返してぐるぐる回してることが分かるんですよ。うやむやしてたんだ、隠して。え、じゃあバチカンは知ってたの？そう、バチカンは知ってて、しかもその信者たちにこっそり示談金払って示談にしてるんですね。うわ、じゃあそこ被害者たちに手助けしてた。被害者たちのほとんどっていうか全員がものすごく貧しいうちで、うん、そのお金さえもらっちゃうと黙ってる人ばっかりなんですよ。はー、それしか狙わないんですよ。うん、
でしかもそれを示談にして OK ってことにして、その裁判とかも全部その一回も裁かれない、有罪判決が出てないっていうのは、その地元 の, そのボストンの弁護士がやっぱりみんなカトリック教会にコントロールされてるからなんですよ。はあ、怖、なんか根深いですね。そうだから、これは変な神父がいたって問題ではなくて、そのまあ市 の, その政治家から弁護士から、もう司法、ね、まあ、裁判官、警察から全部くるん、もう、まあ、結託したシステムだったってことが分かってくるんですよ、新聞記者が。で、もちろん新聞社の上の方も知ってて黙ってたんですよ。え、そうか。じゃあもうね、もちろんそうなんです。いろいろ妨害とかも入りそう。これは大変な時代だって言って今度出育ってるんですよ、スタッフが、はいはい。で、まあ、その被害者の弁護士のとこ行って、とりあえずなんか被害者の人に会わせてくれませんかってことになって、被害者に会うんですね、うん、すると、まあ男の子30ぐらいの男性なんですけれども、もうとにかく貧乏で、で、まあ、お母さんに育てられてカトリックの教会にずっと行ってたんだけども、まあ、神父さんにやらせろって言われたら断れなかったと、うん、子供だったし、うん、お母さんからは、そのお母さんは神様を信じてるし、自分も神様を信じてるし、で神父は神の代理人だと思ってるから、うん、断れるはずがないと、はあ、その信仰心に、まあ、ひどいことを、そうなんですよ、されたと、うん、で彼はもう麻薬中毒でボロボロなんですね。でそれにあってショックを受けるんですか、新聞記者たちが。そのあってショックを受ける新聞記者は、マーク・ラファローさんっていう俳優さんが演じてますが、この人ハルクの人ですね。はいはい。でその彼ひどいね、ボロボロだねっていうふうに言うと、その弁護士が、いや彼はマシな方だよって言うんですよ、うん、だって自殺してる人も多いからねと。うわ、でこれは単なる性的犯罪ではなくて、うん、この魂に対する犯罪なんだと、うん、でこれね、僕ね、昔松山なんだっけ、未公開映画を見るテレビっていう番組がありまして、懐かしい番組ですが、続けてほしかったですけどね、はい、それでこの被害者の人たちにインタビューしたドキュメンタリー番組をテレビで放送したことがあるんですよ、今は亡き MX テレビで、はい、あるのか、はい、そこでですね、紹介しまして放送したんです。それは被害者たちの、被害者の人たちのインタビューですけど、それ強烈だったですよ。彼らの問題はまず神様を信じられなくなるんです、あらゆる神を。宗教ってものを全く信じられなくなって、うん、世界を信じられなくなっちゃうんですよ。絶望だ。だってそれまで神様は全てだと思ってたから、うん、子供の頃から。 そうですね、うん、だからそれにレイプされるわけですからね。これね、町山さん、被害者は男の子ばっかりなんですか？女の子もちょっといます。ただまずね、神父になろうと思ってた人たちの中に、もともと神父になると結婚できないんですね。はいはい。それでも OK っていう人が多かったんで、男性を狙う連中が多かったらしいですね。神父がその結婚できないっていうのは、別に聖書にそう書いてあるわけじゃなくて、バチカンがその全ての神父の持ってる権力を最終的にその、子孫に、譲り渡したり分担させないようにするために、子供を作らせないようにして、結婚しないっていうのを決まっただけなんで、単なる経済経営上の理由なんですね。まあ、その被害者の弁護士のとこ行って、とりあえずなんか被害者の人に会わせてくれませんかってことになって、被害者に会うんですね、うん、すると、まあ男の子30ぐらいの男性なんですけれども、もうとにかく貧乏で、で、まあ、お母さんに育てられてカトリックの教会にずっと行ってたんだけども、まあ、神父さんにやらせろって言われたら断れなかったと、子供だったし、うん、お母さんからは、そのお母さんは神様を信じてるし、自分も神様を信じてるし、で神父は神の代理人だと思ってるから、うん、断れるはずがないと、はあ、その信仰心にもつけ込んで、そうなんですよ、されたと、うん、で彼はもう麻薬中毒でボロボロなんですね。でそれにあってショックを受けるんですか、新聞記者たちが。そのあってショックを受ける新聞記者は、マーク・ラファローさんっていう俳優さんが演じてますが、この人ハルクの人ですね。はいはい。でその彼ひどいね、ボロボロだねっていうふうに言うと、その弁護士が、いや彼はマシな方だよって言うんですよ、うん、だって自殺してる人も多いからねと。わ、
でこれは単なる性的犯罪ではなくて、うん、この魂に対する犯罪なんだと、うん、でこれね僕ね昔松山なんだっけ未公開映画を見るテレビっていう番組がありまして、懐かしい番組ですが、続けてほしかったですけどね、はい、それでこの被害者の人たちにインタビューしたドキュメンタリー番組をあのテレビで放送したことがあるんですよ、うんうんうん、今はなき MX テレビで、はい、今あるのか、はい、そこでですね、紹介しまして放送したんです。それは被害者たちの、あの被害者の人たちのインタビューですけど、それ強烈だったですよ。彼らの問題はまず神様を信じられなくなるんです、あらゆる神を。あ、そっか、宗教ってものを全く信じられなくなって、うん、世界を信じられなくなっちゃうんですよ。絶望だ。だってそれまで神様が全てだと思ってたから、うん、子供の頃から。 そうですね、うん、だからそれにレイプされるわけですからね。これね、町山さん、被害者はあの男の子ばっかりなんですか？女の子もちょっといます。はあ、ただまずね、神父になろうと思ってた人たちの中に、もともとその神父になると結婚できないんですね。はいはい、それでも OK っていう人が多かったんで、男性を狙う連中が多かったらしいですね。神父がその結婚できないっていうのは別に聖書にそう書いてあるわけじゃなくて、バチカンがその全ての神父の持ってる権力を最終的にその、子孫に、譲り渡したり分担させないようにするために、子供を作らせないようにして、結婚しないっていうのを決まっただけなんで、単なる経済経営上の理由なんですよ。そうなんだ。はい、だから後で嘘をしないっていうのを決まっただけなんで、単なる経済経営上の理由なんですよ。そうなんだ。はい、だから後で嘘をついて、その神様のそのと結婚したんだから結婚しなくていいんだっていうふうな理由をつけたんですけど、聖書のやつそんなことどこにも書いてないですね。そうだ。権力を集中させて、経済力を集中させるためだったんですよ、バチカンに。なるほど。それでまあひどかったのは、じゃあなんでこれは今まで あからさまにならなかったのかと。それで中で調べて分かったのは、そのジョン・ゲーガンという神父は130人の男の子を犯してたことが分かるんですよ、調べていくうちに、うん、あの被害者たちに片っ端から会っていくんですけどね、はい、でなんでこれがなんか明るみにならなかったのかっていうと、うん、これが単にその神父だけの問題じゃないことが分かってくるんです。まずこのゲーガンという神父はなぜ、全然処分されないのかって調べると、うん、病気で、転任っていうんで転任を繰り返してるんですね、自分自身が、はい、うん、でカトリック教会というのはそのバチカンにその本社本部があって、うん、それで全ての神父はそこから派遣されるんですよ。チェーン店みたいになってるんですよ、で事件を起こすたびに違うところに、まあ、転任されて、それでほとぼりが冷めると帰ってくるっていうのを繰り返してぐるぐる回してることが分かるんですよ。うやむやしてたんだ、隠して。じゃあバチカンは知ってたの？そう、バチカンは知ってて、しかもその信者たちにこっそり示談金払って示談にしてるんですね。もうじゃあそこ被害者たちに手助けしてた。被害者たちのほとんどっていうか全員がものすごく貧しいうちで、うん、そのお金さえもらっちゃうと黙ってる人ばっかりなんですよ。はー、それしか狙わないんですよ、うん、でしかもそれを示談にして OK ってことにして、その裁判とかも全部その一回も裁かれない、有罪判決が出てないっていうのは、その地元のそのボストンの弁護士がやっぱりみんなカトリック教会にコントロールされてるからなんですよ。怖っ、なんか根深いですね。そうだから、これは変な神父がいたって問題ではなくて、その、まあ、市の、その政治家から弁護士から、もう司法、ね、うん、まあ、裁判官、警察から全部くるん、もう、まあ、結託したシステムだったってことが分かってくるんですよ、新聞記者が。でもちろん新聞社の上の方も知ってて黙ってたんですよ。そうか。じゃあもうね、もちろんそうなんです。いろいろ妨害とかも入りそう。これは大変な時代だって言って、今度裁判所に行って書類を、要するに記録を何とか見つけようとすると、うん、はい、記録自体が存在しないんですよ。そうか、裁判所もそこら辺の力入ってるから。そう、隠滅されてるんですよ。で大変な、全部敵だってことは分かってるんです、この4人の、うんうん、あ、4人じゃない、5人の、新聞記者以外は、はい、でそこでどうやって証拠を見つけていくかっていう話なんですね、このスポットライトっていう映画が。すごそうだな、これ。これね、僕見ててね、大統領の陰謀っていう1976年の映画を思い出したんですよ、はい